皆さんはブラックホールの叫び声を聞いたことがありますか？こんばんは、花です。今回はペルセウス座銀河団の中心に位置するブラックホールの音についてのお話です。銀河団とは多数の銀河が相互に重力で集まっている大規模な集団を言います。ペルセウス座銀河団は地球から2億2000万光年離れた場所にあります。この距離は想像を絶するほど遠く、天文学で使われる単位である光年を考えるとその壮大さが伝わります。例えば地球は天の川銀河に属しており、そのさらに大きな集団である乙女座超銀河団に所属しています。今回の主役ブラックホールはペルセウス座銀河団の中心にあり、2008年にハワイの赤外線望遠鏡で撮影された画像では天の川銀河の星やペルセウス座銀河団の銀河が見えます。まずはブラックホールについて話したいと思います。ブラックホールは宇宙における最も不可解で興味深い存在の一つです。アインシュタインの一般相対性理論によって予測され、その後の観測や研究によって存在が確認されました。その強力な引力によって光ですら逃れることができず、宇宙における真の穴とも言える存在です。一般的にブラックホールは恒星の終末段階で形成されます。恒星が核融合反応の燃料を使い果たし、自身の重力によって崩壊すると、その中心には極めて高密度で質量の大きな点が残ります。これがブラックホールの中心であり、地表の地平面と呼ばれる領域が周囲に広がります。この地平面の内側に物質や光が入ると完全に吸い込まれ、外部からは観測できなくなります。ブラックホールの質量は膨大であり、太陽の何倍もの質量を持つことが一般的です。大きさはその質量に比例し、非常に小さくコンパクトなものから何百億キロメートルもの直径を持つものまで様々です。またブラックホールは自転しており、この自転が周囲の物質を吸収する速度を高める要因の一つです。ブラックホールの周囲には物質が螺旋状に渦巻き、その環境は非常に高温で活動的です。物質が吸い込まれる際には強力な引力によって加熱され、エネルギーが放出されます。これにより周囲に強力な放射が生じ、その性質や挙動が観測されています。それから宇宙の進化において重要な役割を果たしており、恒星の進化や銀河の形成に影響を与えています。その性質や挙動の解明は宇宙に関する理解を深める上で不可欠なものだと言えます。それではここでこのブラックホールを見て、その神秘的な存在を感じてみましょう。どうですか皆さん。私はちょっと怖いなぁと感じます。実は2022年5月にNASA からブラックホールの音が公開されました。宇宙って音があるの？と私は思わず思ってしまいました。発表されたのはペルセウス座銀河団の中心から放たれた音です。それではその音を聞いてみましょう。この音は人間には低く、まるでうめき声、叫び声のように聞こえるかもしれませんが、実際には我々の耳では感知できないほど低い周波数であり、57オクターブも下の領域に位置しているそうです。これは宇宙で最も低い音とされており、我々が理解できるように音声化されています。通常、宇宙空間は真空状態であり、そこでは音は伝わりません。しかし、なぜブラックホールから音が発せられたのか、その理由については未解明のままなんです。実は銀河団はガスが多いため、音を拾うことができます。なので、完全に無音というわけではありません。宇宙の大部分は真空ですが、
銀河やその周囲には高温のガスが広がっています。この写真は X 線天文衛星チャントラによってキャプチャされ、ペルセウス座の中心部分を描写しています。 X 線の観測では星の爆発やブラックホールなど数百万度から数億度という超高温で高エネルギーな領域を観測することが可能です。この画像でも数百万度という超高温のガスの存在が確認されています。低いエネルギーは赤色で、中程度のエネルギーは緑色、高いエネルギーは青色で表されています。ここに存在するガスの質量は太陽の数十億倍に相当し、数千の銀河が含まれていると考えられています。ブラックホールはその生成過程や特性に応じて複数のタイプに分類されます。これらの異なるタイプはブラックホールが形成されるプロセスやその特性によって特定されます。種類は4つあります。まずは恒星ブラックホールです。これは恒星の崩壊によって誕生、恒星が核融合反応の燃料を使い果たし、自身の重力によって収縮すると極めて高密度かつ質量の大きなコアが残ります。このコアがブラックホールの中心であり、周囲には地表の地平面が形成されます。恒星ブラックホールは相対的に小さく、太陽の何倍もの質量を持っています。そして超大質量ブラックホール、これは銀河の中心に位置する大規模なブラックホールです。これらのブラックホールは数百万から数十億の大量質量を有し、銀河の形成や進化に深く関与。超大質量ブラックホールは銀河中心に存在するため、周囲には多くの星やガスが存在し、これらの物質を取り込むことで活発な現象が発生します。3つ目は中間質量ブラックホールです。その名の通り、恒星ブラックホールと超大質量ブラックホールの間の質量を持つブラックホールです。これらのブラックホールは数百から数万の太陽質量を持ち、銀河の中心近くや星間空間で形成されると考えられています。中間質量ブラックホールの存在は銀河の進化や星間相互作用の理解に貢献します。ラストは原始ブラックホールです。宇宙初期の条件下で形成されたとされるブラックホールです。これらのブラックホールは暗黒物質や暗黒エネルギーの候補としても考えられ、宇宙の初期段階で重要な役割を果たした可能性があります。これらの異なるタイプのブラックホールは宇宙の進化や構造に重要な役割を果たしています。観測と研究により、これらのブラックホールの性質や挙動についての理解がますます深まることが期待されるでしょう。明るい点は、ブラックホールから放出される高エネルギーを示しており、それぞれの空洞は5万光年以上の距離を持っています。ブラックホールは中心に位置し、青いリボン状のものはブラックホールに吸い込まれる様子を表現。右側の画像は左側と同じ場所を捉えたものです。左の画像はガスの形がよりくっきりとしているように見えます。これが今回のブラックホールの音の正体です。特殊な画像処理技術を用いて微妙に明るさを変化させることで波打つ音波が浮かび上がりました。規則的に現れる波打つ音波は驚くほど整然としています。中心部のブラックホール周辺で起こった大規模な爆発がこの音波を引き起こし、それがペルセウス座の方に向かって広がっていきました。人間が感知できるように57オクターブ上げて調整されたこの音波は NASA のツイッターでも紹介されました。 NASA は観測されたデータをもとに音に変換する試みであるソニフィケーションを実施しており、今回公開されたものは地球から2億5000万光年離れたペルセウス座銀河団のブラックホールの音源です。繰り返しにはなりますが、実際の音はピアノの中心のド・シの音よりも57オクターブ低く、人間の耳では聞き取れません。しかし最新の過聴化技術によって人間の耳で聞こえるように調整。天文学者がブラックホールの重力波が
銀河団の高温ガスにさざ波を引き起こし、それが音に変換される可能性があることを発見した2003年以来、ペルセウス座銀河団のブラックホールは音に関連付けられてきました。今回の過聴化は NASA のチャンドラ X 線観測衛星のデータを元に作られており、初めて音として聞くことができるようになりました。また、ネット上では亡者の叫びみたいで怖い、聞いちゃいけない音みたいで何とも言えない気持ちになる、なんかすげえ怖い、引き込まれていく感じでゾッとする、まさに地獄の入り口のような音ですね、との声が寄せられました。確かにうねり声のようにも聞こえ、なんとも不気味な音かもしれません。先ほどブラックホールから発せられた音波について話しましたが、その音に生じるメカニズムは一体どのようなものでしょうか。銀河団を覆う赤いガスと中央の白い点で表されたブラックホールが次第に近づいています。そしてブラックホールから急速に噴出する物質が観測されます。これはブラックホールに引き寄せられたガスの一部が超高速で細長く外に放出されたものであり、周囲のガスを押しのけて空洞を形成しています。空洞を形成するには1億個分の大規模な星が爆発するのと同じほどのエネルギーが必要です。この膨大なエネルギーが銀河団のガスを押しのけ、波紋を生じさせ、それが音波として現れました。ガスが噴出する速度は秒速 164km と推定されています。この速度は驚くべきものですが、予想よりも遅い結果となりました。なぜなら、噴出するガスを妨げる別のガスが存在し、その影響で速度が遅くなったと考えられています。宇宙にも音が存在することが確認されましたが、今回検出された音は人間の耳では聞き取れないほど低周波のため、データを音に変換する作業が実行。チャンドラの X 線データから得られた青と紫の波形が観測され、それを音波データに変換して、人間の耳に適した形に調整されました。これまでもデータを音に変換するソニフィケーションの取り組みは行われてきました。例えば、乙女座の方向にある銀河、メシエ87やブラックホール周辺の銀河などがその例です。先ほどのブラックホールとは異なり、これらの音は美しい音楽のような感覚をもたらします。ペルセウス座のブラックホールは音波のみならず、高エネルギーな X 線、光、電波のデータも変換しています。このような変換によって、同じブラックホールでも異なる印象を受けます。ペルセウス座のブラックホールからの変換された音は非常にリアルに感じられますね。人間の耳には届かないほど低い周波数であるため、今現在宇宙で鳴り響く不気味な音を考えると、宇宙の奥深い部分に延々と続く低音が恐ろしく感じられます。今回の旅はいかがでしたでしょうか。このチャンネルでは宇宙や科学の神秘をお届けしていきます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。またあなたの思ったことや最新情報をコメントしてくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。